民主党石川県連の資金集めパーティーにだけ出てお帰りになったと。まさにこういう政治は金、政治は資金の配分という発想があるから、野田総理はそういう発想の市川大臣、山岡大臣をかばって罷免しないのではないかと、そういう意見があります。まさに小沢グループからの入閣枠だから変えられないのであったら、野田内閣もまた民主党も小沢イズム政治は金内閣だ、そういう政党だということになりはしませんか。これだけの批判が沖縄から来ているのですから、ここでやはり防衛大臣を更迭すべきではありませんか。もう一度総理にお答え願いたいと思います。野田内閣総理大臣。ちょっとそのパネルはこちらの手元で資料でいただいてないのでよく見えませんけれども、今ご説明いただいた中で政治資金をこれ預金することはできるんですよね。で、預金をするということは国内だけではなくて外国預金も認められているわけでございますから、それをもって何をお話ししたかったのかちょっとよく分かりませんが、で、今だから小沢先生のグループだとか参議院の枠で市川大臣を含めて私が選任をしたという想像によってのご指摘でございますが、そういうことで選んでいるというつもりはございません。あくまで政治的な経験とかこれまで の蓄積等々を踏まえて選んだということでございます。田山さつきさん。政治的経験ということについては今申し上げた、冒頭で申し上げましたように長い議員活動の中で所属されている議員団体で防衛安全保障関係のものはありません。そして基地から招待が行っていないというのは誤りで、いろいろな公式情報にもあまり出ておられません。そういう方を任命され、今本当に防衛の抑止力の主要装備の機能についての答えを防衛費であるかのようにして逃げられましたけれども、これは防衛費ではないですよ。いろいろな機能について説明することは防衛費ではなく、アメリカの議会でも堂々と行われていることです。それが国民の安全保障や防衛に対する理解を高めることになりますから、少なくとも今3機種についてどういう機能があるのか、どういう違いがあるのか、そういうことを一切お答えにならなかったということは、決算の中には防衛予算も含まれておりますから非常におかしいと思っております。また今回外国為替の話ですが、これはオリンパス事件みたいな話ですよ。つまり外国為替をドルのまま置いておけば損失は出ないわけですよ。それが円に転換して損失が出たからその分を追加して払い込むかのようにして損失を出して、その分のお金が実際には払われていないから地下に潜ってしまったのではないかという報道でございます。少なくとも何百万部出ている新聞の一面に元代表がこれだけの桁の政治的な資金の疑惑を言われているわけですから、これはきちっと民主党として調査なさるべきではないでしょうか。野田総理大臣。そういう政治家個人の問題はそれぞれの立場でご説明すればいいと思います。私は調査するつもりはございません。田山さつきさん。そういうことでずいぶん長いこと政治審での説明もないし、それから私の同僚議員が衆議院では承認喚問に値するというふうに申し上げましたけど、公の場での説明が全くないんですね。ないまま小沢グループというものが形成されて、きっちりと重要大臣が出て、その大臣お二人ともについて我々衆議院は問責に値するのではないかと、もう参議院は問責に値するのではないかと申し上げているわけでございます。まさに本当にこの政治団体の問題についてはっきりしていただけないということになるんであれば、それでは野田内閣ご自身の政治資金の問題はいかがなんでしょうか。これは配布させていただいているのと同じものでございます。キャバクラ等の遊興費への支出です。野田総理が平成21年、キャバクラ FV など延べ11件、約21万円を政治資金、政治活動として、出してしまって、これは、総理自身修正されてますね。ところが、政治資金や政治資金規正法や、あるいは公職選挙法を司る最高責任者である川端総務大臣、私総務委員会でもこの話をこの問題を30分ぐらいやり取りいたしましたが、確たるお答えがいただけなかったんですが、ニューハーフショー、それからキャバクラなど延べ18件、約150万円を支出しておられます。しかも平成19年以降の人だけは公表したんですが、その前、お手元にある新聞記事で分かるように6000万円以上の、事務所費を、明らかにしないまま、計上しておられます。
しかもこのニューハーフ賞はただにダンスを見るだけの賞でございまして、この間の衆議院選挙の直前に行われておりますので、接待強要の、買収的な要素はないのかという質問に対しても総務大臣は答えていただけませんでした。前田国土交通大臣平成22年、そして、今日おいでいただいていると思いますが、岩本司農林水産副大臣の平成22年の問題なんですが、岩本農林水産副大臣は、川端グループに属していらっしゃいます。そして川端、当時文部科学大臣のこの疑惑については文部科学委員会でも、散々追及され、大臣は回答を渋っておられましたが、それが、22年になって、岩本大臣の方にこの、キャバクラ UB など延べ30件72万円、うち風営法違反無許可営業が2件もあり、宣伝に国会議員が来ているという宣伝にもなっているという報道とも出ておりますが、これは、あの文部科学大臣時代に川端大臣反省するとおっしゃって、で、正すとおっしゃって、で、それが岩本農林水産副大臣の方に流れているかのような流れですけれども、今、ここで明らかになっているだけでも、総理を含めて4名ですよ。こういう政治資金の使い方が、民主党が1円たりとも、おろそかにせず明らかにしろと平成19年に追及した政治と金の問題の解決法なんでしょうか。総理、これは違うんじゃないですか。そして前原誠司、政調会長、今まさに消費税増税も含めて、国民に痛みを強いるかどうかの民主党における最高決定権者ですが、領収書の偽造疑惑、これも私総務委員会で、お話しさせていただきました。手元について、手元にお配りしているものの中で、すべて同じ筆跡の手書き、押印、印紙もない領収書が209枚ございます。で、そのうち一部はですね、明らかに架空なんです。存在しないお店なんです。そして、あるホテルにおいては、こういう市販の領収書を我々が使うことはありえないと、回答しております。ですから、いや、当時は、書き写しが認められたという可能性もあるかもしれないということで、総務委員会での追及は終わっているんですけれども、原本は見つかったのか、仮に見つかってないんでしたら、これは、総務大臣自身がお答えになったように、明らかに、法律に違反しておりますので、違反があると、知った場合は公務員は告発の義務がございます。政治資金課長にも何回か説明をしておりますので、告発いただけるんでしょうか。川端大臣お答えください。川端大臣。いろいろお答えいたします。いろいろと私のことをお触れいただきます。かて8年前から4年前にかけて、ご指摘のような事実があったことは事実であります。私としてはいろいろご批判もいただきました。こういうことは不適切な事実であることは認識をいたしております。これで、指摘された以降、私に関連する政治団体は一切こういうことに支出しないということで、数年前からそういう対処をしているところでございます。また事務所費の問題はいろいろご指摘いただきましたが、法にのっとって事務所費として計上すべきものはすべて透明で、公正に、適切正確に公表してまいりました。そして直近の3年分に関して、党本部において2時間すべての商標を開示し、説明責任を果たしたところでございます。そして、これは、商標の義務含めて、3年分、報道では22年間で合計した分で書かれましたけれども、1年150万から200万の適切な手術であることをまず申し上げておきたいと思います。そして今政治団体の徴用の件についてでありますが、法令違反云々ではなくて、平成19年度分の収支報告書までは領収書等の原本をコピーしたものでなく、領収書等の内容をパソコンや手書きで写したものも認められておりました。しかもそれは、原本が帳票等で政治団体が保管しているときに、コピー等ができない状況のときには移してもいいという法律でありますので、直ちに法令違反云々ということには当たらないというふうに認識をしております。以上です。はい、片山さつきさん。でも存在しない店舗があり、原本がないということであれば、やはり非常に疑わしいと思います。いずれにしても、野田内閣、我々は、市川防衛大臣と山岡大臣にレッドカードを出しますが、他に、まさに、政治資金を司る大臣が、いろいろな疑惑を抱えているという意味で、イエローカードだらけ、まさにカード破綻内閣じゃないかと思います。それから、本当に、蓮舫大臣、領収書疑惑、事務所費疑惑の時に、あなたは、松岡大臣の事務所に入り込んで、1円たりとも全部過去まで、
明らかにするべきではないかと迫ったわけですよね。そうであれば、野田大臣、野田総理、ぜひ、この全閣僚政務三役にこういった資質があるのかないのか、全関係団体含めて一円に至るまで、きっちりと明らかにして、説明していただきたいと思います。最後に、民主党の組合費との関係ですけれども、23年も24年もですね、組合関係費の、組合関係費の、政治資金としての、組合関係費の、税金からの控除を認めようという、要求を出しておりますが、これは組合に入るかどうかという本人の意思も含めて非常に不適切で、我々は、取り下げをずっと要求しております。安住大臣に伺います。民主党の中でも、これは取り下げていただきたいという声があるので、ぜひやめていただきたいと思います。以上でございます。それは要望ということで処理させていただきたいと思います。